この要塞を維持している爆縮炉、要塞はその全質量が炉心の中心部に集中するように設計されているわ。質量に重力崩壊を起こさせ、その時に質量からエネルギーへの相互転換、要塞はそのエネルギーで稼働するの。余剰エネルギーは要塞の周囲に放出されて気流の乱れを生むわ。これによって起きるブイザードはカモフラージュ効果を持つから無駄にはならない。防衛システムは今言った通り。それからアインハイトに必要な情報はバイオニクスメモリー上で処理されて好きな時に引き出せるわ。おう、ここには世界が詰まっているわ。これ以上何を望むつもり？全てを。リッター・リヒーツ・ボルフの諸君、カイザーブルク要塞へようこそ。すまなかったな、元監査官殿に使い走りをさせて。いいんです、どうせ暇ですし。課長もいい顔しなかっただろ。いいえ、笑顔で送り出してくれました。君ほどの功労者もこの扱いか。いい気なもんだな、国連も。大尉、またいらっしゃってたんですか。滝沢君も忙しかろうに。それだけセスのことが心配なんだろうが。
容態はどうですか？相変わらずだ。代謝機能が正常に戻らない。そうですか。強制成長の副作用が今になって出てきたとしか考えられん。博士、やあブロウィン、久しぶりだな。どうした？今夜来るそうですよ、輸送機は。そうか、ずいぶん待たされたな。お役所仕事は遅いのが相場と決まっていますからね。おっと、長居しちまったようだ。また課長の説教か。博士、また来ます。ブロウィン、帰るんだったら送ってくれ。約束だな。博士、ひがまないひがまない。じゃあよろしく。滝沢君。分かってますって。まさか高速細胞増殖チェンバーがこんな形で仇になるとは。大尉、セスのこと好きですか？ああ、何を今さら。正直なんですね。嘘ついたってしょうがないさ。急にどうしたんだ、ブロウィン。いえ、別に。自分の体のことか。自分もいつああなるか心配なんだな。大丈夫、博士が何とかしてくれるさ。今までだってそうだったろ。大尉、さっきの博士とのやりとり何だったんですか？ちょっとな。しかしこの1年いろいろあったな。ええ、統合軍がこんなにあっさり片付いちまうんだからな。でもまだ終わったわけじゃありません。アインハイトか。丸1年何の手も打ってないから。そろそろ来るぞ、お客さんが。アインハイトに抵抗するような組織ができたらどうするかだぞ。うん、取るに足らんことだ。そうかしら。私は 3WF のバカどもとは違う。邪魔なものは全て潰す。統合軍同様な。ダッシュ。次の目標はイラン・イラクだ。石油ね。下船の輩が石化燃料に頼っている以上、これに勝る保険はあるまい。上ばかり見ていると足元を救われるわよ。コシナカたちのことか。はカノナーデンとビトラーゼが落とすようだな。敵役ね。でもそんなことを言いたいんじゃないんでしょ、アーネット。ルアン、アッシュとセスは放っておいても。敵損ないを始末したいだけ。いけない。冷たいな。あいにく私、人の痛みが分かるほど人よしじゃないから。らしいな。あなたはどうする気？私も好きにするさ。じゃあ、ブロインを。ダルジーは探すのが面倒だからな。殺しちゃダメよ。さあな。目的地が分かったわ。目的地は日本。最短軌道で打ち上げてくれ。日本？アーネット・ペンジアス、出る！ブロウィンがいるな。
何ですって？君の気持ちもわからんではないが、困るんだよ、他の部員の手前。じゃあこれ以上アシとセスに関わるんだと？はい、君は有能だ。そんなことに君の、そんなこと？我々が今までに何度彼女たちに助けてもらったと思ってるんですか？最前線に行くのはいつも彼女たちなんですよ。我々？私は助けてもらった覚えなどないがね。あんた、それでも人間ですか？貴様！上司に向かってあんたとは何だ？上司？それも今日までですね。滝沢君。辞表は後日郵送します。では。ゼロ。ずいぶん思い切ったことをしましたね。時間がないからな。行く当ては？アルタ、すぐ近く。なるほど、近いですね。悪いけど、残りの荷物まとめて送ってくれないか。下諏訪ですね。ああ、じゃあちょっくら行ってくるわ。情報部の車を持ってくわけにはいかないでしょう。こんなところ彼には窮屈なだけですよ。あなたにもね。統合軍が解体された今、私たちは国連にとってただのお荷物なんですよ。かといって放り出すわけにもいかない。ここ一年の仕事を見てもわかるでしょう。書類整理にワープローチやってらんないな。どうです、ちょっと走りに行きませんか？今からですか？行動の自由ですね。こういうのは自由とは言いませんよ。勝手と言うんです。アーネスト、聞こえる？ああ。今どのあたり？ターゲットの上空だ。早いわね。お前が遅いだけだ。で、どうするつもりだ？ちょっと遊んでから降りるわ。ほどほどにな。どっちがよ。どうしたの？こっちのレーダーに輸送機が引っかかった。別にいいんじゃないの、ほっとけば。ゼロさん、レミーさんお元気ですか？さあ、半年ほど会ってませんから。司法裁判所にお行きになってるそうですね。ええ、まあ情報部に来るよりはいいと思いますよ。食ったり潰したり、いい加減な。特務機構のことですか？所詮歯車の一つですから。割り切ってるんですね。そう見えますか？私が相手では。不服か？元津湖ですよ。湖の近くはさすがに冷えますね。大丈夫ですか？はい、ポリマーコートしてますから。ダルジー、 BS が二人になったところで私と対等に戦えるとでも思うのか？アイン、ハイト、ルアーメン、遅い、ブローイン、リッターリ・ヒッツボルフの目的はアッツとセスだ。セスもアッツも今は間に合って。しかしやることが極端だな。中途半端は嫌いですからね。まあこの方が身軽でいいし。行きましたか、セスは？ああ。
シャトルまでは誰が？シルビスキンが言っている。私もすぐに行くさ。隠居するには早いんじゃないですか？そうでもないさ。で、博士、俺に探してほしいっていう人の名前は？ソウルズベリー。ルアーリップソウルズベリー。アッシュとセスのオリジナルだ。見つけた。よくわかりましたね。オリジナルの名前なんて。デアボリカのデータバンクから引き出したんだよ。1年がかりでね。なんだ？凄まじいジャニングだ。波の忍びじゃない。ほう、プラズマを使うゲール。面白いゲーだ。ほざけ。遅い。サイキックインターラプター？うん、終わりだ。な、ん？肩は大丈夫ですか？は、はい。貴様、BS だったのか。引く気はないようですね。滝沢君。こんばんは、星中さん。誰だ？アインハイト。あら、アッシュとセスは？なんだそうだったの。何がおかしい？こんなに早いって言ってたら来なかったのに。何のことだ？わからない？アッシュとセスはもう寿命なのよ。嘘をつくな。博士、わからなかったんだよ。インターバルを置かないことが寿命に関わるなんて。そんな。だからこそ必要なんだ、オリジナルが。染色体内に挑戦士以外の相違点さえ見つかれば延命措置も不可能じゃない。二人はどこ？まだ死んだわけじゃないでしょ。さあな。ここにはもういないよね、アーネット。アーネット、ごめん、さっきの輸送機を追って。二人はそっちよ。この忙しい時に手合わせできなくて残念だ。終えますか？スワコ、あと少し。滝沢！あら、もう死んじゃったの。小日向さんはもう少し頑張ってね。なぜ今になって、アインハイトが。意外だわ。あなたのお遊びの後始末をしに来たのに。高速細胞増殖センバー、疑似記憶プリントシステム、調整因子、ステラ、スドー、ブロニー、みんなあなたの作品でしょ。派手なお遊びだったわね、コシナカさん。違う。私は。ああ、深刻になっちゃって。もう、やめましょう。シールド？ブロウィン。どうして？久しぶりね、ブロウィン。覚えてない？ルアよ。ルアリップ、ソウルズベリー。
プロテクトがまだ溶けてないよね。待て、お前がオリジナルなのか。お前がアッシュとセスの。ブロウィンに感謝しなきゃダメよ。見逃してあげるんだから。なんだあれは。レーダーに反応はありません。完全なステルス機です。落ち着いて聞いてください。現在当機は国籍不明の航空機の監視下にあります。国籍不明機は着陸指示を出しており、従わない場合は当機に対して攻撃行動を取ると言ってきています。当機は乗員の安全を最優先し、これに従います。大丈夫か、涼子。博士、アインハイトは？見逃してくれたよ、今回は。そうですか、よか。大尉！滝沢君は大丈夫だ、心配するな。でも、セスとアッシュの乗った輸送機が奴らに追われている。助けに行ってやってくれ。輸送機？なんでそんなものに？軌道ステーション行きのシャトルに乗るためだよ。私も後から行くつもりだった。どうして私に黙ってたんですか、博士。もし教えていたらお前のことだ。一緒に行くと言い出してたの。お前は私たちに十分尽くしてくれた。これ以上迷惑はかけられない。そんな、博士。涼子、お前に私の最後の研究成果を託す。虚数言語ボイドランゲージだ。ボイドランゲージ？虚数エネルギー、ボイドフィールドを制御するための言葉だ。博士をお願いします。行くか。セス、アッシュはアーネットに取られちゃった。あなたは私がもらうわ。いいでしょ。セス、動くんじゃない。シルビスさん、逃げ延びてください。いらっしゃいセス。セス、ブロウィン。
イコパワー制御チップ。ダメ！コウタロウ、ブロウイン、ダメだ。サイコパワーを暴走させたぐらいでは倒せない。そんな、見ていろブロウイン、これがボイドランゲージだ。ベイベイキー、ダルジーがあの言葉を、あれは王様しか知らないボイドランゲージのはず。アーネット、フィールドを張る暇もなかったな。卑怯な、私の両親もそうやって殺したのか。ほう、記憶プロテクトが溶けていたのか。大丈夫だ、お前なら使いこなせる。せるせる、飛べるわ。すごいエネルギー指数ね。オリジナルマトリクスだ。あれくらいはしてもらわないとな。ごめんね、逃がしちゃった。ブロウイン、ゼロが生きていたそうだな。ゼロ、戦いの中ついに発揮された虚数エネルギーはルアとアーネットをいとも簡単に撃退した。だがそれは同時にブロンウィンの意識を奪う結果となる。果たして混沌したブロンウィンの復活は、そしてすでにプロテクトの解けていたダルジーの記憶とは、いくつもの過去が現在に出会う時、人はそれを宿命と呼ぶ。
Thank you.